船に近づいてきたイルカたち。昨日午前、愛媛県松山市の中島沖で松山海上保安部の巡視艇がイルカの姿を捉えました。その数およそ30頭。イルカは大きいものでおよそ2メートル弱で、1分半ほど巡視艇と並走するように泳いでいたそうです。宮島水族館によりますと、主に太平洋側で群れを作って生息しているハセイルカと見られるということです。群れは多い時だと100頭になることもあるそうです。こちらは2020年に広島市の沖合で視聴者が撮影したイルカ。市街地のすぐそばを泳いでいます。瀬戸内海でもイルカの群れが目撃されることがあります。餌の群れとかを追って瀬戸内海に入ってくることもあります。ただ定住はしてないので、いつの間にかいなくなってしまうということで、年に何回かはその群れが入ってきたという話は聞きます。巡視艇としばらく遊んだイルカたちはその後広島方面に去っていったといいます。もしかすると今は広島のどこかを泳いでいるかもしれません。木村さん、イルカにとっては並走するのが遊ぶって感じなんでしょうね。なんか何ですかね、音とかそういう何ですかね、水門とかいろんなで反応するんですかね。自由でいいですよね、本当に。本当気持ちよさそうに泳いでますよね。この距離で見られるとやっぱり感動しますね。近いですもんね。宮島水族館によりますと、瀬戸内海でも漁師さんとか船に乗ってる方は時々見ているという話はよく聞くそうです。